こちらの東日本大震災 と、津波の伝承館となっております。主に釜石地域での津波 の被害状況ですとかそういったものを展示しておりますので、展示物に沿って説明させていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずこの辺りが企画展になってまして、大体1ヶ月か2ヶ月で内容を変えて展示をしております。今はちょっと作り始めたところなんですが、備えのところですかね、災害への備えのところで防災リュックの中身ですとか、何が必要だったのかとかを展示しておりまして、はい、これからもうちょっと増えていくようになっております。はい、でこの震災 の 3.11 の時に必要だったものとベスト5とかそういうのも聞き取ったりして、スタッフの方で、みんな被災した人たちとかいますので、その人たちからお話を聞いて、その時何がすごい便利だったかっていうのを展示しております。じゃあまずこの第一の展示の東日本大震災と釜石というところの説明になります。まずこちらの地図なんですが、釜石地域、岩手県の釜石地域沿岸部の地図になります。はい、で今私たちがいるのが釜石市の宇野住まい町というところの宇野住まいの駅前ですね。はい、ここ地図でいうとこちらになります。で地図にオレンジ色になってますが、このオレンジ色になっているのが津波の被害があったエリアになってます。はい、で釜石の中で宇野住まい地域がやっぱ一番こうオレンジ色が多いと思いますが、一番被害が大きかった地域になります。結構奥ですよね。そうですね、海がこう大槌湾があって、この辺はちょっと、はい、海からはちょっと遠いんですけど、はい、津波がこっちまで、奥の方まで、さらに奥の方まで押し寄せました。なるほど。宇野住まいでたくさんほら、避難された方が亡くなられた場所がありますね。そうですね。どの辺なんですかね。それがですね、ちょっとこの地図だと範囲が大きすぎて、そうなんだ。駅がこの辺で、本当にこのすぐ近くです。すぐこの辺なんですよ。ああ、そうですか。そこの説明については、次の展示の方で説明になりますので。はい、わかりました。はい、で釜石市では当時釜石に住民票の登録していた方の中で、市民で全体で1064名の方が犠牲になりました。釜石市の人が、はい、そのうち600名近くの方が宇野住まい地区で犠牲になられた、なられましたので、半分以上がこの宇野住まいエリアで犠牲になりました。はい、でこれがこの辺りのエリアの写真なんですが、ほとんどもう建物がでっかい、これ鉄筋とかのものしか残ってないような状況でした。木造の家とかはもうほぼほぼないですね。はい、で市内の方も同じくこのような状況で、